ルコンロクは、幕末長州藩の思想家である、吉田松陰が、1859年に、処刑前に、獄中で、松下尊塾の門弟のために表した遺書である。この遺書は、松下尊塾門下生の間で回し読みされ、正門の志士たちの行動力の源泉となった。1858年、松陰は藩に対し、幕府の老中であった。 真鍋秋勝暗殺計画のために武器の提供を申し入れた。驚いた藩の重臣たちは松影を野山国に収監し、翌5月、幕府に上進の上で江戸に向けて松影の身柄を転送した。幕府の表情書で悲劇的なボタンのかけ違えが起こる。上記の経緯により、松陰自身は当然、幕閣も松影の計画を承知しており、 その権威取り調べのために逃走されたものと思い込んでいた。しかし事実は異なっていた。幕府が松影を召喚した目的は、安政の大国で召喚された梅田雲斌との交友などの権威についての取り調べであった。よって暗殺計画には一切触れることなく、松影の表情書での戦議は終了し、長州判定に戻ることを許されようとしていたのである。 しかし、自身が、萩野の山国に投獄された経緯から、松影は、老中暗殺計画を自ら自白するという虚に出た、ため、一転して県議は重罪に変わり、古伝馬町に投獄される。その後の取り調べで、自身の処刑を察知した松影が、10月25日から26日にかけて書き上げたのが本書である。 獄中の囚人である松影が門邸たちに宛てた書き物であるため、なんとか熟成たちに伝わるようにと、松影は直筆の書を二通作成している。一通は、松影の処刑後、門邸の飯田聖白の手に伝わり、萩野高杉新作らの主だった熟成に宛てて送られた。こちらの本は、門邸たちの手によって書写され、今日に伝わるものもあるが、 正本自体は行方不明となっている。今日、萩野松影神社に伝わる本書は、もう一通の方の正本である。これは、松影と老中で奇居を共にした沼崎吉五郎が持たしていたものである。沼崎は、古伝魔町の牢から三宅島に遠投となり、ふんどしの中に隠したまま携え、そこで維新を迎える。1874年に沼崎は東京に戻り、その後、 1876年に沼崎は松影門下ゆかりの人物で神奈川県権令となっていた野村康氏を訪れた。そこで初めて別本の存在が明らかになったのである。なお松影はルコン六と共に書ともにごぐる書において門人たちに我を悲しむは我を知るにしかず、我を知るは我が志を張りて、 これを題にするにしかざるなりと書いている。心なることの主樹書き置きぬ思い残せることなかりけり、呼び出しの声待つ外に、今の世に待つべきことの中りけるかな打たれたる我を、哀れと民人は君をあがめてエビスバライエを愚かなる。我をも、ともとめず人は我が、ともともとめでよ人々なな、旅も生き返りつつ、エビスをぞ上は、心我忘れめや10月26日黄昏がれ二十す21回。 申し、ありがとうございます。